マシュー・スコット・ストラムは、アメリカ合衆国のオスダ・コタ・シューカス軍、ウェスト・ファーゴ出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。MLB のサンディエゴ・パドレス所属。2012年の MLB ドラフト21巡目で、カンザスシティ・ロイヤルズから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、アイダホ・フォールズ・チュカーズで、プロデビュー。 19試合に登板して1勝3敗、防御率5.6442奪三振の成績を残した。2013年はトミー・ジョン手術を受けたため、全球した。2014年は2年ぶりにマウンドに立ち、ルーキー級アイダホホールズでプレー。10試合に登板して1勝0敗1セーブ。 防御率2.3327奪三振の成績を残した。2015年は A 級歴新ントンレジェンズと A 級ウィルミントンブルーロックスでプレーし、2球団合計で29試合に登板して3勝7敗、5セーブ、防御率2.59121奪三振の成績を残した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。 2016年は開幕を AA 級ノースウエストアーカンソーナチュラルズで迎え22試合に登板して3勝8敗防御率3.4307奪三振の成績を残した7月31日にベイド・デイビスの故障者リスト入りに伴いメジャー初昇格した同日のテキサス・レンジャーズ戦でメジャーデビュー この年メジャーでは21試合に登板して2勝2敗、防御率1.2330奪三振の成績を残した。2017年は7月1日に左肘の炎症で10日間の故障者リストに入り、7月3日には60日間の故障者リストに移された。2017年7月24日にライアン・バクター、トレバー・ケイヒル、 ブランドン・マウラーとのトレードでトラビス・ウッド、エステウリー・ルイーズ及び金銭と共にサンディエゴ・パドレスへ移籍した。クリス・セールに似たスリークォーターから時速150キロメートル台中盤のフォーシームを投げ込み、これが全投球の8割を占める。ありがとうございます。